米国のロックバンドリンキンパークリンキンパークが6日、7年ぶりに再始動することを発表しました。リンキンパークは、ロサンゼルス出身のチェスター・ベニントンさん、V.O., ロブ・ボードンさん、ドクター、ブラッド・デルソンさん、G., ジョー・ハーンさん、DJ、フェニックスさん、B., マイク・シノダさん、V.O. による6人組グループで、2000年にデビューを果たしました。 現在までに7枚のオリジナルアルバムをリリース。ファーストアルバムハイブリッドセオリーでデビューを飾り、21世紀史上最も売れたロックアルバムとなりました。またセカンドアルバムメテオラコ降、5作で全米アルバムチャート初登場1位を獲得。グラミー賞2部門受賞、全世界で累計アルバムセールスは5500万枚以上を記録しました。 しかし、2017年にチェスター・ベニントンさんが亡くなって以降、バンドとしての活動は休止となっていました。今回マイク・シノダさん、ブラッド・デルソンさん、フェニックス・さん・ジョー・ハーンさん、従来のメンバーに加え、デッド・サラというバンドで活躍したエミリー・アームストロングさんを共同ボーカルに、G ・フリップ、イレニアム、ワン・オクロックといったアーティストのソングライティングやプロデュースで知られるコリン・ブリテンさんをドラマーに迎えた。 新生リンキンパークとして7年ぶりに再始動することが分かりました。再始動が伝えられた6日には新曲、ザ・エンプティネス・マシンを配信し、11月15日にニューアルバム、フロム・ゼロをリリースすることも発表。さらに9月11日からは、ロサンゼルス、ニューヨーク、ソウルほか、世界6都市を回る、リンキンパーク、フロム・ゼロワールドツアー2024も発表されました。 また、リンキンパークの公式サイト及び YouTube チャンネルでは、日本時間6日午前7時からライブストリーミング配信が行われ、新曲、The Emptiness Machine のほか、n a m One Step Closer, In the End, Faint など、バンドの代表曲を交えた全14曲のライブパフォーマンスを配信。再始動した姿をファンにアピールしました。メンバーのマイク・シノダさんはリンキンパークの前、 僕らのの最初のバンド名はゼロだった今回のアルバムタイトルは僕らの始まりと現在続いている旅の両方を意味している。サウンド的にも感情的にもこのアルバムは過去現在未来について歌っているんだ。新旧のバンドメンバー友人家族そしてファンへの深い感謝の気持ちを込めて作ったんだ。 僕たちは長年にわたってリンキンパークが歩んできた道を誇りに思い、これからの旅路にワクワクしているんだ。エミリーとコリンと一緒に仕事をすればするほど、彼らの世界レベルの才能、一体感、自分たちが作り出したものを堪能することができた。新しいメンバーと一緒に作ったエネルギーと活気に満ちた新しい音楽で、本当に力をもらったと感じている。僕たちは、 これまで知られてきたサウンドのタッチポイントを織り交ぜながら、まだ新しいタッチポイントを探求しているんだとコメントしています。SNS では、再始動の発表に、好きだったから嬉しい、テンション爆上がり中、解散ではなく継続する選択肢を選んでくれたことに感謝など喜びの声が上がるほか、エミリーさんの歌声に、めちゃくちゃかっこいい、シンボーカル良い、エミリー最高、というコメントが上がっています。